はい、インボメシです。よろしく。ナイジェリア人の男たちします。どうも、僕らはナイジェリア人の男たちです。よろしくお願いします。はい、ということで今日のご飯はナイジェリア人の男たちです。マジ DM サロンの月読みあかねさんという方がチキンステーキを作ってくれっていうのがあったんで、うん、いただきます。おいしい。お、意外と、うん、ニンニクが効いてて、これハンバーガーにしてもいいね。うん、あ、いいね。うん、ちょっと本題に入る前にね、今日4月8日ね、今日ね、解禁でしょ。うん、ああ、アメリカで、アメリカで、うん、これがすごい、実はエコノミストの今年の表紙に、ね、描かれる。これね、実はアメリカに7つ土地でニネベって名前の土地があるんだよ。ニネベっていう町が7個あるの。そこ全部通る。へえ。今回の日食で、前回2017年日食が起きた、うん、まあこういう軌道で起きた。で、今回こういう軌道、うん、XX、 おー、 X 回帰日食、ゆかりですね。うん、これがね、ちょっとやばいの。面白いね。うん、このニネベっていうのが、まあ、当時の、まあ、旧約聖書に登場する古代アッシリアの都市って言われてるんだけど、この都市はね、滅ぼされようとしたんだけど、なんとか破壊を免れることはできたっていうね、都市なんだけれども、このニネベで、要するに聖書とかの記憶で、太陽がさ、日食で消える時って、7つ箇所だからさ、ニネベって都市がちょうど7箇所、アメリカにね。で、それをこう全部通るわけですよ、こうやって。これが実はその黙示録的な7つの、まあ、ラッパのね。あ、そういうこと？うん、封印が。実はここで開かれるんじゃないかみたいな、黙示録がこの4月8日以降起こってくんじゃないかみたいな感じで、今アメリカではちょっとパニックになってる。おお、ニネベイナゾ。黙示録だとその全部解いてから週末のラッパ、週末のラッパがね、7つなるからね。パンパラパンパ。でちょうど今さ、このタイミングでさ、イランが報復しようとしてんじゃない、なんかね、イスラエルで、うん、あっちの方でさ、空爆しちゃってさ、結構怒ってんだよね今ね。イランが出てくるとやばいよって話はずっとしてたと思うんだけど、ちょっと出てきそうな予感があんのよ、うん、イランが。イスラエルにいるアメリカ人はもうすぐ退去させてくれってアメリカ政府にも伝えてんだよね、イラン側が、イラン側が、イラン側が、うん、今から攻撃するんで民間人逃がしてください。そうそうそう、さすがにね、その民間人巻き込むあれなんで、うん、ってことで、もうイランがね、イスラエルに報復しようとしてる。こうなってくるとやばい。どうなっちゃうの、アメリカに連絡するっていうね、うん、もうロシア連合出てきちゃうからね。だからエゼキエルショットになっちゃうからさ、ちょっとやばいんだよ。この皆既日食以降もしかしたらなんかあるかもしれない。なんもないといいけど、なんもないといいけどね、うん、でもちょうどこの100年前はね、アレイスター・クローリーが悪魔と交信した日なんだよね。1924年、怖いね、黒さっていう話。だから今日はね、アメリカは盛り上がっちゃってるよ。盛り上がってパニックになってるからね、今日はアメリカはね。2年でね、日本っていう富士見とか朝日町とかっていう、まあ、レベルではない。でもやっぱこのさ、日食に合わせてさ、そこにやっぱニネベって土地がこう配置されてんのもさ、ちょっと意味ありそうだよね、うん、たまたまなわけねえじゃんな、そんなのさ、うん、過去に同じような日食があったとか、わかんないけど、なんかあったのかな。しかもその前回の日食とね、 X 上でこう交わるっていうね、今 X の時代ですからね。それはなんかすごいね、恐ろしいなと思いながら、なんかないといいなと。アッシリアの都市なんて古代の、そうそう、古代アッシリア2年目ね、まあ、アメリカと関連なさそうだよね。まあでもやっぱね、アメリカはやっぱメイソンの土地なんでね。うん、メイソンの人がそのアメリカを横断した時に、うん、ニネベをなんかマーキングしてった。まあもしかしたらここニネベ、ここニネベって、うん、まあエルサレムみたいなもんだよね、ニネベって、ね、そこをだから全部日食がこうさ、ふーって通ってくる。怖いですね、うん、まあそこ今回全然これ本題じゃないんですけど、本題はね、最近これあのヤフーニュースにね、結構面白い話載ってて、今日は UFO です。UFO? うん、UFO、まあ、最近よくアメリカ政府がね、いろいろ議論したりしてる。最近だとあれか、やりすぎ都市伝説なんかでもさ、まあ、メキシコのね、UFO 公聴会、ハイメ・マウさん、そうそう、ハイメ・マウさんの件でいろいろ揉めたと思うんですけど、まあ、ちょっと UFO はね、徐々に出てきてはいるんだけれども、まあ、ヤフーニュースで、まあ、要するにこの UFO 乗ってる物体が、まあ、地球外技術なのかこれはどうかとか、なんなら地球外生命体が乗ってるのかみたいなね、うん、そういう検証をしてると思うんですけれども、まあ、それの証拠なしみたいな感じで報じてるんですよ、ね、結構かたくなにね、地球外生命体である可能性はかなり低いよみたいな。そう、絶対認めないんですよ、アメリカ政府は。まあしょうがない、これは国防に関わる問題だからと思うんだけど、まあアメリカ国防総省で一昨年に設立された AARO 全領域異常対策室っていうのが設立されたんですよ。まあ要するにここが
最近 の UFO 事象とか、まあ、過去の UFO 事象を調査してる団体なんだけども、今年の3月8日に、まあ、いわゆる UFO などに関するアメリカ政府の歴史的記録に関する報告書を公表したの。でその報告書の中では1945年以降アメリカ政府が UFO に対する公式的な調査活動、機密文書などの情報を全部調べ上げた結果、地球外技術の存在を示す証拠はない、目撃情報の大半は誤認っていう感じで結論付けられたって書いてあるんですよ、うんうん、まだ UFO の目撃情報のほとんどは、うん、見間違いですみたいな、気のせいですと、うん、そうそうそう、でしかも地球外技術なんてものはもうそもそも存在してませんよみたいな。ただ発表直後から報告書の中身については出展資料がリンクが切れてたりとか、数字の間違いなどが実は指摘されてて、うん、ARO の調査のこのあり方に結構その批判の声が出てると。なんか隠してたんだそうそう、やっぱ隠蔽してんじゃないのっていうのが大きく、まあ、言われてるみたいですね、うん、まあ、みんなちゃんとダウンロードしてるからね、うん、その ARO を出した報告書自体もそもそも結論ありきで書いてるじゃんみたいな、うん、でもいないこと前提に書いてるでしょっていう、うん、隠蔽工作してる人たちが隠蔽工作はないと言ってるみたいなね、ぐらい批判の声も上がってるってことで、宇宙人いないって断定する証拠もないわけでしょ、うん、で実際まあその報告書の中での重要なポイントっていうのが、うん、UFO の目撃情報が地球外生命体の技術であることを確認した証拠はないと。でほとんどの目撃情報は普通の物体あるいは現象であって、うん、誤認の結果であると結論付けている。でもう一つはアメリカ政府と民間企業が地球外テクノロジー、要するに UFO をリバースエンジニアリングしてきたという主張についての証拠も発見できない。リバースエンジニアリングっていうのは要するに墜落した UFO から部品拾ってもうその技術を地球の技術にこう転換していくってこと、うん、すごいよな。ロズウェル事件が起きた時にさ、まあ、その技術をね、うん、持ってきたっていう話もあるんですよ、うんうん、地球にない物質があったみたいな。そう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 、そうよく扱えるよな。結局ここからね、アメリカっていうのはペーパークリップ作戦でさ、ナチスの優秀なエリートを全部持ってきてたわけですよ、うん、でそのエリートたちがロズウェル事件の UFO をリバースエンジニアリングして軍事技術にこうさ、まあ、転用したっていう話もあるわけですよ。ただそういった証拠は発見できないっていうふうに ARO には書いてある。でまあ最初挙げた2つの点に関しては、 UFO がいわゆる宇宙人による技術で作られたという説は報告書では否定されていると。でこのリバースエンジニアリングに関しては2023年7月に連邦議会下院で開催された UFO に関する公聴会で参考人として出席した元軍人が墜落した UFO を回収したっていう証言をして話題を集めたんですよ。そこに対してリバースエンジニアリングが行われたんじゃないかって言われてるんだけれども、報告書では否定されてると。とにかく否定的な見解が多いってことね、うん、ただ実際1945年以降 UFO に関してはアメリカの政府が公式的な取り組み、まあ、つまり UFO 本気で調査してた件が20件あった。その計画名がプロジェクト操作、プロジェクトサインなどといったアメリカ政府による UFO を調査する組織の成立数字が記されていると、うん、まあ、当時 UFO って、ね、あのフライング操作って言われてたからね、うん、空飛ぶ円盤、うん、で、1952年には日中の首都ワシントン上空に複数の UFO とされる物体が出現し大騒動になった事件があるんですよ、うん、それに端を発して CIA 特別研究グループが立ち上げられたりとか、ドラマ化もされているアメリカ空軍によるプロジェクトブルーブックなどが UFO 調査に乗り出した経緯にも触れているということで、まあ、UFO 調査は昔からやってるよねみたいな、まあ、そういう点もあるんだけれども結構否定はされちゃってるんだよね。プロジェクトブルーブックに関しても国公立文書館の記録も精査した上で、まあ、安全保障上の脅威がないとか目撃情報が地球外生命体である証拠がないとしつつも 12,618 件の目撃情報のうち701件だけはいくら調査しても未解決だった、うんうんうん、これは分からんっていう、本当かもしれないよねみたいな、ちょっとわからないですねっていうのが結論付けられていると。さらにハリー・リード元上院議員が主導して2200万ドルで先端航空宇宙脅威特定計画、まあ、AATIP という計画がまあるんですけれども、これに関しては本当地球外生命体の調査、あと超能力者を雇うことが計画されてたとしてると。ユリ・ゲラーみたいな、そう、だそういうやっぱあるんだよねアメリカ軍っていうのは、うん、でしかもその計画の一環で宇宙人の宇宙船を回収してリバースエンジニアリングをするプログラムをアメリカ政府は本気で計画していたことも明らかになっていると、うん、っていうのはあるんだけど、公の公文書ではいやそういう証拠もないですよっていうことになっちゃってる、うん、第二次大戦中にアメリカ軍が UFO と戦ったみたいな話もある、うん、あ、そうなんだよね、うん、ロサンゼルスで1400発ぐらい銃弾撃ちまくったんだけど、うん、一機も撃墜できない、そうそうそう急にね現れて、うん、だこれは日本軍の奇襲かみたいな話だったんだけど、そういやそんなことなかったって、うん、
UFO は攻撃されたにもかかわらず何もしてこない、うん、そうあだからこれ何なんですかみたいな、うん、まあ一部の陰謀論者ではブルービーム計画だみたいなね、うん、話あったりするんだけど、プロジェクターみたいに、うん、映像錯覚して映された映像なんですね、うん、そういうふうに否定されてんだけど、実はねアメリカ大手のメディアではアメリカのその要するに議会でね、アメリカの上院特別委員会っていう議会で、いやもう UFO は人工ではないよ、しかもその脅威は結構すごいスピードで増加してんだよっていうのが会議されてるっていうのが実はアメリカメディアで出てて、まあ米国政府の UFO 研究に関するさらなる情報が公になるにつれ、多くの政治家が未確認物体が地球外または異次元空間から飛来してきてるのであると主張する人たちが多数出てきてるぞ。多数、つまり今目撃情報的に見つけられている、うん、UAP ですね、うん、UAP は人間による人工物もあるんだけど、実はそれだけじゃなくて宇宙、うん、あるいは平行宇宙から来たってメディアに書かれてる。平行宇宙ってやばいな。だから異次元空間なんですよ。あ、異次元空間、うん、別の宇宙ってことそういうことです、うん、常にこの時間軸が同じな、まあ、並行する別の宇宙からパラレルワールド的な感じ、うん、ドラゴンボールですよね。で一応それに関してアメリカの国防総省の見解では、他国の、ね、軍事的な脅威の可能性もあるっていうのが、まあ、今までの見解じゃないですか。 UFO はもう地球製で作られてて、その技術がまだその他の国に知れ渡ってないんだけども、とんでもない技術があると、一番現実的というか、まあ、それは今後ね戦争において脅威になっていくっていうふうに言われてんだけども、うん、今回のこの特別上院議会の結論においては、うん、UFO は異次元もしくはいわゆる宇宙、遥か宇宙から飛んできた物体だろうっていうふうに。そうだからさっき言った AARO っていう全領域異常対策室っていうのは、 UFO が他国の軍事的脅威だけじゃない原因があるから作られたんですよ。つまり宇宙人由来とかそういう人の常識で考えた場合ちょっと分かんない可能性があるからできたんですよ、これ。いよいよやばくねえかみたいな。で、まあ、ちなみにこの ARO っていうのは、まあ、アメリカ国防総省が主に未確認飛行物体現象に対しての新しい部局であるというところで、まあ、設立を発表してるんですね。2022年、まあ、その前には AOIMSG っていう空中物体識別管理同期グループっていうね、 ARO の前身みたいなのあったんだけど、もっとよりまあ本格的にっていうところでまあ作られたと思うんですよ、この AARO っていうのが。ただやっぱりね言えないとこがあるんだよね。言えないとこもちろんありますよ。最近なんか辞職した人いるもんね、それ UFO 関連の人が。やらかしたのか、自らさせられたのかもしれないし ね殺されてはないと。殺されてはない。やっぱねその UFO の情報を公開したい人たちと公開したくない人たちがいるんだよ、軍部には。だそこのせめぎ合いがずっとあるっていう。やめた人ってどういうあれでやめたんですか。もう公表できないのやめるっつ、公表したいもんで、ね、でももしかしたら脅された可能性もあるけどね。やめたらもう研究自分でやるしかなくなっちゃうから。でもね結局そういう民間だったらいっぱいあるんですよ。でしかもそれが結構もう世界的権威になってとあって、あそこにはねもっとやっぱ軍人がねいっぱいいるんだよね、集まってんだ、うん、これがだからさ面白いところなんで、 UFO 現象の、うん、ただの一般人のおじいちゃんが見かけたとかなんて話じゃないんで、ちゃんと根拠あって、アメリカの海軍がさやっぱよく見かけるんですね UFO、うんうん、だからもう退役軍人が、まあ、そういう入ってとか、あともっとすげえのはもう拉致られましたみたいな人、宇宙人に、うん、大体の人記憶消されるんですよと、UFO に連れてかれて、あのいろいろいじられて帰ってきた時には記憶がない、だけどその人はなぜか記憶が残ってるみたいな人がいて、彼らの宇宙人のその宇宙船の内部の詳細な情報とかをその人がずっと語ってたとか、で設計図も覚えてるみたいな、だけ頭いいんだよね。そういう人たちがこうやってる会議とかがあるんだけどね。宇宙人と性交渉したっていうおっちゃんもいる。おっちゃんもいるよね。あ、じゃあ目型宇宙人だってこと、うん、そうだね、そうそうそう。まあでもこの話結構面白くて、うん、繁殖したってことは子供がいるわけ、うん、そうだね。でってことはそれがいわゆるヒューメリアって言ってる子供なんじゃないのか、ね、まあそれはね地球にいるのかわかんないですよね、まあ、確かに宇宙にいる可能性もあるし、うん、そのおっちゃんによると見た目が宇宙人寄りだったら UFO で連れてかれて、地球人寄りだったら地球に来る。あ、まあ、そういうことか、面白いな。生まれた子供はね、そういうことか。確かにミックスだとねどう転がるか分かんない、分からんからね、うん、結局今のところ ARO 的には公表したくない、地球外文明の話は。だけど、まあ、別のその委員会などでは異次元空間から来てんだろうっていう説、これが今戦ってる感じだね、うん、異次元空間からどうやって来たのか、まあ、だから次元のポータルがこうパッと開いてね、うん、見てみたいそんなの。よくほらあのチャネリングする人たちもさ、平行宇宙の宇宙人とよくチャネリングするもんね。ダリル・アンカさんとかもあれ平行宇宙だもんね、ササリ。ああ平行宇宙なんだあれも、うん、そうなんだ、平行宇宙とよくね更新するんだよ。
ちょっと地球よりも文明が進んだ地球人とかね、まあそういう感じで見解もあってるんだけど、いやもう一つやばいのがあって、まあアメリカっていうのはだいたい50年ぐらい経ったら文書が機密解除されるんですけど、うんうん、その中で FBI の文書が残ってて、1965年とかのやつかな、FBI の機密文書の中にですね、ざっくり言うとですね、まあ宇宙人と接触したと。で、一部の UFO はその中に乗組員がいて、一部の UFO はまあドローンだと。ドローンってのはまあリモートされてるとね、無人機、無人機、これ FBI の文書だぞ。 FBI の文書の中に、いや宇宙人の目的は平和な世界を作ることだと。でその飛来してくるいわゆる訪問者は地球の平和をどうやってもたらすか常に考えながら地球に訪れてきていると。そこで各国政府と交渉してるんだと。あ、交渉までしてる接触してるんだちゃんと、うん、でいわゆるそういうエイリアンたちは人型なんだけれどもめちゃくちゃでかいと。なるほどね、あるんだ、巨人ってこと、うん、で、まあ、その UFO っていうのは、まあ、要するに反重力ですと。要するに放射線エネルギーで動いてるみたいな。でよく宇宙人がどっかの惑星から来たみたいな話聞くじゃないですか、うん、大体みんなそう思ってるでしょ。火星から来たとか月から来たとか。そうそうそう、違うと。この宇宙人に関してはあいつらは要するにエネルギー体の惑星から来てると。肉眼で見えない惑星の可能性が。ああそうですね、うん、でもその世界はやっぱり地球人の要するに五感を通して認識することはできないと。そういうところが来てるんだと。それ言っちゃわけわかんないもん、うん、本当に。まあ、要するにエイリアンの体、あと UFO は我々の地球の周波数に合わせて要するに実体化してるだけだと、うん、物質化してるだけですと。そんなことできるんだ。だからこいつらはもう量子力学のもう最先端を言ってると。だから結局この物質も知覚してるだけなんだよ、五感だけで。本来これあるかどうかわからない。難しい話なんだな。でもマー君同じようなことを。銀河連合のマー君もそうだよ。あのエネルギー体ですよね、UFO たち。あ、あマー君そもそも UFO はもうエネルギーがもう結晶化してできてるみたいな、うん、その集合体ですよね、UFO はね。だから見える人と見えない人がいる。だからもうあっちの世界はもう物質超えたところにあると。3次元の生命体じゃない、うん、この世界は3次元4次元だって言われてるけど、うん、それ上の存在、要するに5次元以降からの存在。あ、じゃあマー君も物質化してるってことはある。マー君は今物質化してる。あ、そうなんだ。そうだからマー君は居酒屋の飯一個も食べなかったんだよ。あ、確かに。ほら、あ、食わなかった。ほら、繋がった。地球のもの食えない。そう、食えないんだよ。吸い抜けちゃうんだよ落っこっちゃう。で、俺マー君触ったらもしかしたらスズってってなえって思ってました。いや、すごいね。うん、そうなんだよ、ね、うん、マー君はそういうことなんだよ。そういうことだね。物質化してるだけだから、うん、恐ろしいですね、うん、でしかもその UFO たちはやっぱり意思で動いてると。これみんな言うね、うん、であのそもそも彼らは今その意識体をあくまで物質化として地球の周波数に合わせて知覚化させてるだけだって、そのいわゆる周波数をちょっといじってしまえば我々の視界から消えることもたやすいって書いてある。うん、急に消えたりとか、うんうん、これ60年代の FBI の文書に残ってで、これ、うん、誰でも見れるんだよこの文書、機密解除されてるから、解除されてるから、うん、そうだから結局この時点で変な空間から来てるっていうことはもうなんか認識されてるよね、はいはいはい、で今のこの2020年代においてもそういう議会においてやっぱり異次元から来てんじゃないのみたいな、もう一つの平行宇宙、まあこの世界マルチバースだって言われてるから、うん、その別の宇宙からその周波数があったところでこうパッて来てんじゃないの、だからその遠い宇宙から来てるなんてもうこれ物理的な問題になってくるわけじゃん。そんなわざわざさ何万光年とかさ離れてるそんな遠いとこからわざわざ来ねえよっていう、うん、まあ、生命体がいるかも分かんないよね、うん、わざわざ来ねえよね、時間かかったんじゃないじゃないんだよっていう、もうその周波数合わせてもプッてここに現れるんだ。それめちゃくちゃいいな、うん、だこれはやっぱ量子力学の世界になっちゃうの、うん、これ量子もつれっていうのが起こってるわけだよこの世界で。だから、むっちゃくちゃこの物質を、まあ、こう対になってる物質をもう宇宙の端と端に置いてもこっちが性質変わる、こっちも変わるんだって。あ、そう、見たことある。それこれやばくない？瞬時に変わるんだって。ワープで、ワープ、そういうのをもしかしたら利用してるかもしれないよね。実際今もうコンピューターも量子コンピューターが出てきてんじゃん、うん、やっぱもうそっちの世界にやっぱね入り込んできて、面白いね。でそのマークがちょっとスピリチュアルのマークと一緒なの。対極島村の T シャツ。そうそう、島村の T シャツ、あの 水色の T シャツ、うん、ああピコ、うん、ピコ、うん、あれと一緒なんだよマークが。やばくねえかっていう、顕微鏡で見たやつでしょ、うん、そうそう、電子顕微鏡で観測したら、うん、そういうマーク陰陽になってたっていう、うん、それが自然発生してってこと？だから自然の現象だから、古代のそういう指導者は、まあ、見抜いたってことだよね。だからあくまで量子力学っていうのは科学的にスピリチュアルっていう領域なんだろうね。でそれが最先端なんです、結局それが、うん、すごいよね科学ってね。今ではね世界を否定してる世界じゃない科学って、うん、結局そこに行き着くっていう、突き詰めちゃうと。なんかそういうのを多分この駆使してるのが
こういう宇宙人なんだろうね。だからやっぱ技術なんだ、うん、結局これはテクノロジーじゃん。これをさ世界中にみんなこんなのあるよって公表しちゃうとさ、この争いの世界でどう分けをされるかわからねえじゃん。だから米軍は固くなに隠すんだ。だけど 言いたい人もいる。で言えないで民間でそういうちょっとオカルトめいた感じで研究する人もいるっていう。だまあそういうのはだからオカルトって言われちゃうんだよ結局、うん、あるものなのにさ。言いたいのはやっぱ承認欲求なの。まあでもそうなんだ。まあそうでしょうね。絶対そうだよ。これやべえよって、ね、誰かに話してっていう。なるよね。確かに俺も言いたくなっちゃう。あとはまあそういう攻め合いもあるかもしれないしね、うん、アメリカとしては結構そういうのって自慢したい国でもあるから、ね、見せびらかして他国にこう牽制をかけるっていうかさ、うん、だからマー君はだからそういうエネルギー体なんだよ。そうだね。マー君のこと知らない人はぜひメンバーシップ見てくれ。はい、僕たち UFO 見ちゃったんですよね。そう、 UFO コンタクティーの方とね、うん、お会いしちゃうんで。そんな人は宇宙人だったわ。そもそも宇宙人だったわ。確かに UFO も来たし来たし、カメラ映ったからね。ちゃんとなんでね、あれ韓国の方行ってたのかな。いやーこれだから結構軍事問題かもしれない。そうだよね。ちょっとする話ってあって分かります。松本人志、うん、そしたらあれが終わった理由が噂で、うん、そういう宇宙人の話をした回があって、うん、それで終わった説みたいなのが見たことあるんですよ。うわ、なんかそう言ってしまったから。へえ、宮迫さんが宮迫が暴いちゃったの。いや、暴いたっていうか、あのパイロットの人がそういうのを見るらしいですみたいなの。僕もそれ見たことあるんですけど、そのシーンだけ、うん、それで終わったんだ。いや、本当は分かんないんですけど、うんうん、そういう説があるんだ。竜宮城やばいんじゃないじゃん、うん、そだからそこもしかしたら政府関係者訪れてるかもしれないし、ね、やばいね。エネルギー体が集まってるかもしれない、うん、あとメインブラックにずっとこう宮迫さんはマークされてるかもしれない、ね、確かにあれエネルギー出してるの絶対出してる、ね、分かるやつには、ねうん、響くエネルギー。そう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 、こいつただものじゃねえ、うん、なってるよ。だ会見の宮迫さんの涙あった、うん、あれもあの宮迫さんがあのドラマで涙してる演技と同じ顔してた、うん、あそうなんだ。あれある人昔ドラマよく出てたからね、うん、いや面白いな。質問に行きたいんですけど、ちょうどあの関係ある質問が来て、はい、長く書いてあるんですけど、まあ、要約すると異星人に、まあ、会った時何聞きたいかみたいなことがおそらく俺は書いてあって、いや俺もう連れてってくださいって言いたいね。もう一回そのあなたが来たところに連れてってくださいって聞くというよりはもう見たいって感じ。いや見たいよ、まあ、そりゃ確かにそうだね、見たいね。あ飲みたいにしようね。いいね、うん、潰す、うん、一緒に飲みたいわ宇宙人と。でも宇宙船もあれ飲酒運転になっちゃうかもしれないじゃないですか、うん、でそれはでもほら別に地球の問題じゃん。彼らの星では別に飲んでも OK かもしれないじゃん、うん、だから別に全然それはもうブレコだよっつって飲もうよ、うん、居酒屋で。そう酒弱かったらどこの宇宙行くか分かんない、うん、あとあいつらもしかしたらその思考だけで生活する可能性あるからね、うん、物理的に飲む可能性は低いかもしれないね、うん、だから一緒にそしたら想像で酔ってるからあいつらが。あいいね、うんうん、だ俺も想像で飲みたいね宇宙人と、うん、同じそのレベルで飲みたい、うん、一気早そうだ。手使わずに飲めるんでしょ。だからそれ考えてるだけだからねあいつら、うん、乾杯とかやらないからね、その脳内でやってるだけだから、そこに俺も一緒にこうコミットしていきたい、うん、例えばじゃあ牛串食いたいってさ言ったら俺たちは牛串をさ買ってくなきゃいけないでしょ、うん、宇宙人は思っただけでそれ食ったことになるわけよ。このレベルに達するにはどうすればいいですかっていう。いやそこの次元に行きたいよね、うん、そしたらいくらでも会えますよね。そう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 、だってあいつらはほら思念者だけでその場に出てくるわけだろ。上さんと井上さんなんか聞きたいことは。最近宇宙人の間で流行ってるスポーツ、あいつらどういう娯楽というか、あいつらもスポーツするのか、いいスポーツなんだろうなあいつらの。ガリッガリだから体動かないもん、ね、動かないから、だからもうコントローラーを握ってるのかも、うん、だからそれこそまたイメトレなのかもね、うん、イメージスポーツ、うん、どういうスポーツあるか気になんない、うん、なんかルールとか。もし他の人連れてってもいいって言うんだったら、まあ、ライ先生呼んで、うん、その宇宙人と一緒に宇宙がヤバいってやりたい。うわー、いい、結構熱いよな。宇宙人に宇宙がヤバいって喋らしたい、喋らしたいよ。ヤバいね、その回ね、うん、最終回だろうね、うん、最終回だよ。ライ先生チャンネルね、うん、それ以上のものはもう取れないからね、うん、なんか変な日本語教えてんな。宇宙人やってみたいですね、まあ、宇宙から来る可能性もあるし、ね、異次元の可能性もあるし。いや俺知らないのこれ。すげえ、何これ、すげえ。マジックだ。えこれ宇宙のアンチグラフィね、反重力、今使いこなしてる反重力見ちゃったね今ね、うん、カットしといてここあんまよくない。未来の技術映っちゃった。ああそっか、やばいやばい。モザイク、モザイク、モザイクしてる。あの CIA に暗殺される、うん、これが狙われちゃうから、うん、スナイパーで浮いてるようにしか見えないね。今浮いたもんね、陰謀で吊るしたもん。いやいや、あんた
え、人間人間じゃないだろこれ、髪の毛だろ長さ的に、ね、見るちょっと、いや、いいあ、いい後でね、あとね、宇宙人やっぱ地底から出てきてるのからね、うん、それだけはみんな遭遇したらまずいね、マジで地底から来てるから、うん、宇宙人だから海底からさ、UFO 出てくるんじゃん、 USO、うん、もう地底なもんだって、うん、UFO の入り口、うん、だからまあアガルタ的なさ、まあ、シャンバラというかさ、 あるんだろうね、ロマンがあっていいですよ ね宇宙人と会ったことある人いたらぜひコメントしてください、はい、よろしくお願いします、お願いします、信じるか信じないかあなた次第です、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします、宇宙がヤバいと思う方はですね、ぜひ DMM に入ってみてはいかがでしょうか、お願いします、いくぞ、プロシューという字は今日取材には一切応じない異様な雰囲気を醸し出している、私何にも知らんからそんな関係ないっていう、命を取られてしまうと噂されている、なんで知ってんの、動画撮ったりとか、あ